ルで渡してふわりと浮かせて山下が対応しますが、五稜は前向いた、五稜は前向いた、左足のシュート、今日ツーゴール目、五稜純喜、追加点は鹿児島。3人の股抜いたんですけど、そうなんだよ、まあ、正直1人目しか見えてなかったし、一応1人目の股は狙って打ったのは見えてました、ね、けどその後の2人は全然たまたまですけど、あの鈴木選手ストライカーだから、あそこでちょんってコース変える感じで触るかと思ったら、ふとスルーしてスクリーンになってくれて、相手が見えないようにしてくれましたからね。ずっと決めた後近寄ってきて翔太が俺のおかげ俺のおかげって言って、あれは俺のスクリーン俺のスクリーンって、あ、それを言ってたんだ。じゃあもう鈴木選手のゴールでいいですね。いいです。いや、良くないです。良くない。